都営地下鉄三田線、南北線、白金台駅から徒歩3分。自然あふれるゆかしの森に、八芳園がプロデュースするデリカテッセン、ベジタブルライフがあります。今日は新メニューが考案されたということで、お話をお聞きしたいと思います。今日は八芳園がプロデュースするデリカテッセン、ベジタブルライフの吉田さんと八芳園の柳井さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、ここのベジタブルライフっていうところについて、ちょっとコンセプトというのをちょっと教えていただきたいです。無農薬と手作り、無添加をコンセプトにやっております。どんなお野菜がいつも売られているんですか？そうですね、季節によって全然種類が変わるんですが、今ですとズッキーニ、キュウリ、トマトとか小松菜とかですね、いろいろ、はい。そういったお野菜を使うっていうので、どういうところにこう魅力があったりしますか？魅力は、お野菜の味が濃いっていう、味が濃いですね。はい、一個一個お野菜の味がすごい濃いで、はい。無農薬だからこそ味が濃いっていうことですか？そうです、はい。そのものの味がしっかりしてるっていう、はい。今回その、そのお野菜の中で今、南会津とコラボされて、ホワイトアスパラガスの新しいメニューがあるということなんですが、これはどういった、流れを経て、南会津の方とコラボされたのかお伺いしてもよろしいですか？はい、ホストタウンハウスの事業をきっかけに、福島県南会津町の方とやり取りをさせていただくことがきっかけとしては出会いのスタートになります。で、実際昨年南会津の方に私お伺いさせていただきまして、実際そのホストタウンハウスというイベントで、提供したい食材は何かと問い合わせをした時に、非常に名産である会津田島のアスパラガスをぜひ出したいということで、そのアスパラガスを実際に使っている農家さんにご挨拶させていただいたというのが全ての始まりになります。このホワイトアスパラガスを使った料理の魅力っていうのを教えていただいてもいいですか？今回南会津のホワイトアスパラガスを使用していただいたきっかけとしては、実際3月コロナウイルスの関係で通常販売されているところになかなかこう販売できなくなってしまったというお声を実際の農家さんからお声をいただきまして、それはぜひちょっとお力になりたいというところが一番 のスタートではございました。で、実際ホワイトアスパラガスの収穫の時期は実は春先になるので、夏には本来食べられないものになるんですね。なんですが、もともとお話をしてましたホストタウンハウスイベントというのが実は夏開催のイベントだったので、この夏の時期に自分たちの名産であるホワイトアスパラガスを食べてもらうにはどうしたらいいかといったところもあったので、そちらに関しては八芳園のセントラルキッチンの方で加工させていただいて、で、時期を夏に持ってきた上で来年もたくさんの方に召し上がっていただくきっかけにしていただきたいなというお手伝いが始まりでした。まずは非常にフレッシュだなっていったところがありました。で、非常に味が濃いんですけれども、後味がすごくさっぱりしているので、本当に冷製スープにしていただくと夏になかなか食欲がないなっていった時でも非常にこう食べやすく、かつこう栄養も取れるので、非常に最適でたくさんの方に食べていただきたいなというのが正直感想になります。今回は南会津のナチュラルファームの湯田様という生産者様とのお付き合いがあったので、そちらを、まずはスタートとし第一弾としてスタートさせていただきました。全国各地の自治体さんですとか生産者さんとのつながりがありますので、よりこう全国つなぐきっかけになるような食のつながりといったところをこれからどんどん加速していけたらいいなとは思っております。今回の冷製スープなんですけれども、実際そこもお客様って今冷製スープ召し上がっていただいてどういうお声があったかってお聞きしてもいいですか？率直に美味しいって、はい、でこの季節やっぱホワイトアスパラが出てこないので、はい、こういうふうに召し上がれて嬉しいっていう声も、はい、いただいております。